山本太郎君長、えー、自由党共同代表、参議院議員、山本太郎です、えー、社民党の会派、希望の会を代表し、質問いたします、安倍総理に。えー、今月5月10日、参議院でも加計学園などに新獣医学部を設立させるための必勝法を官邸で直に伝授したと話題の柳瀬元秘書官の参考人招致が行われました、立憲民主党蓮舫さんとのやり取りが資料の一です、すみません、蓮舫さん、使わせていただきます。 記憶と記録はどちらが信用されると思いますかとの蓮舫さんの問いに対し柳瀬氏は片方がメモを取って片方がメモを取らなければ常にこうだと後で言えるのはそれはちょっとさすがにおかしいと思いますとご答弁をされました総理一般論でお答えいただきたいんですけれども曖昧な記憶と行政文書のもととなるために記録されたメモこれどちらが信用されると総理は思われますか 安倍内閣総理大臣あの、まあ、それはですね、いわばあメモにおいていえばですね、えー、これはあ,のおあと、まあ、行政文書ということについてはあの、中村知事もこれは行政文書ではないということを言われていると、こういうふうに承知をしておりますが、あそこで、えー、では、仮括弧の発言についてはです、ね、えーまあ、そのメモを果たしてその場で取っていたものか、後で取っていたものかということもおあります。 まあ、かつて、えー、文科省から出されたあのメモがです、ね、官房副長官に関わるメモでありますが、まあ、これは非常に不正確であったといって、えー、文科省の方が謝罪をしたということも、まあ、あるわけでございます、まあ、だからこそ、えー、仮確保の発言については、まあ、本人の、えー、残す場合は本人の了解を取って、議事録として残すべきだろうと、このように思っております山本太郎君、まあ。やり取りを普通にメモする そんなことは普通に私たちの世界でもあるじゃないですかねレを受けたりとかした時にも必ずメモを取ってますよやり取りははい人間は記憶が薄れます記憶が薄れすぎると柳瀬さんみたいになるんですよ記憶失ったり急に都合のいい記憶のみが蘇ったりするやからもいますからだからメモするんですよね愛媛県職員は東京へ遊びに来たわけじゃない仕事で来たんですよ官邸に公務員は仕事で出張した後には報告しなければならない そのために取られたメモが後の副名書の一部になったれっきとした愛媛県の公文書ですよね記憶に勝るのが記録公文書であることは当然の話です自分の行動を思い出せない人の話は何の証明にもならないこういうのを与田話って言うんですよ総理いつまでこの問題引っ張るんですかってぜひ一緒に一気に肩をつけませんかというご提案です資料の2これまで複数名が同時に行った証人喚問の事例 1>, 1回の証人喚問で複数名が証人として出席し、同時に証人喚問を行った事例が過去4回あります、1回に集めて一気にやりましょうってやつですね、委員長、安倍総理、加計鋼太郎理事長、渡辺加計学園事務局長、柳瀬元秘書官、えー、藤原元次長、泉首相補佐官、前川喜平、えー、元次官、愛媛県の中村知事、一度に証人喚問してください。 ごご理事会で協議をさせていただきます山本太郎君いやいや、ね、現役の総理でも、承認喚問で呼べないという理由はないと思いますので、えー、総理、この問題、早く決着つけるためにもです、ね、この承認喚問が実現するように、ぜひ与党側の背中を押していただきたいんですけれどお願いできますか、いかがでしょう。う安倍内閣総理大臣まあこの 獣医学部の新設についてはです、ね、もう,う再々申し上げておりますように、まあ、プロセスについてはです、ね、これはまさに民間議員の皆さんが議論をして進めていくわけでございます。そして、どこにするかということについてもです、ね地域、地域を認定していくためのこのプロジェクトチームが、これ、議論をしていくわけでございますし、まあ、それはすでにオープンになっていて。 一点の曇りもないということは明確になっているわけでございます私からですね指示や依頼を受けたことはないということは前川派全時間も含めてこれはもう明らかになっているんだろうとこう思う次第でございますまあ獣医学獣医師会等の相当強固な抵抗があったわけでございますが 改革されたです、ね、獣医学、開校された獣医学部は16倍のです、ね、馬率ですでにこれ、スタートしているわけでありまして、学生の皆さんも真摯に今、勉強をしているんだろうなこう想像しているところでございます。いずれにいたしましても、えーまあ、委員会等を設置するとこう、またあ、えー、こういうまあ承認、勧問等については、まさに委員が大きめになることだろうと、このように思っております山太郎君。 ルールご説明いただきましたが、まあ、最終的には国会がお決めいただくことだというふうに最後にご説明いただいたと思います、国会が判断するってね、これ、逃げないでいただきたいんですよ、一点の曇りもなければ、どうしてここまで引っ張られる話なんですかってことなんですよ、ワーキンググループの議事要旨の中にも、いてたはずの加計学園がいなくなったりとかするわけでしょ、そういうルールだからってことで、一点の曇りもないどころか、曇りしか見えないから、これだけ問題になってるわけなんですね。でぜひ与党側にこの 承認喚問一時で、えー、全員を一、一時にやるという承認喚問をやるように背中を押していただきたい、指示していただきたいんですよ、でもそれは国会が、えー、お決めになることだっていうふうに逃げないでいただきたい、なぜならば、2013年から直近までで総理が党に直接指示したという報道記事を探してみたら、山ほど出てくるんですよ。 日常的には党に支持しまくってんですね2013年8月安倍首相が石破幹事長に対し伊吹衆議院議長のもとに諮問機関を設けて選挙制度改革を議論するように指示すごいですねこれね衆議院議長も巻き込んでそういうことをやってい,いけと国会の中でやることを支持してるんですよ2014年5月安倍首相が集団的自衛権の行使容認の検討を与党に支持2014年1月教育新法提出について安倍首相から一層加速して審議を進めてほしいと指示 2015年10月、軽減税率、首相、導入を指示、自民に。2016年11月、首相、JA 全農改革で、党に対案作成を指示。2017年9月、憲法に自衛隊を明記する方針を公約の柱とするよう、首相が自民党に指示。2017年10月、安倍首相は首相官邸で、萩生田幹事長代行とはい、国会での野党の質疑時間を与党よりも多くする慣例について見直すよう指示。指示、指示、指示。無茶苦茶指示なさってますよ。その指示のもと国会動いてんですよ。 自分の都合で総理大臣と自民党総裁というのを使い分けないでください、あまりにもやり方がせこい、野党は真相解明のための承認喚問を求め続けています、一致し続けています、あなたを守るためにそれを OK しないのは、ご存知自民党と公明党なんですよ、国会でご議論いただくじゃないんです、野党は一致できてるんです、あとは与党だけなんですよ、だからこそ早くこの問題に決着をつけたかったら、総理ご自身が支持なさるのが一番早い。 愛知県、え、愛媛県知事呼ぶの嫌なんですかね一度にみんなでやるっていうの嫌なんですかね総理が嫌だからこれだけ与党が動かないなんてあまりにも不自然じゃないですかお願いしますよ。いつまでこんなことやってんですか一気に決着つけましょう。 ははいでは本日のメインテーマイラクの日報問題に移らせていただきますよろしくお願いします、えー、ないないないと言われていたイラクでの日報野党議員が昨年2月資料要求してから1年4か月以上経過4月16日日報1万5000ページが公表されましたイラクでの日報その原点は当然イラク戦争2015年の安保法の審議の際イラク戦争で起きた国際法違反である米軍による民間人の虐殺について この先、米軍が民間人の殺,殺戮を行った際にはそれを止めるように進言できますか私が総,総理にお尋ねしたら総理はなぜ米国がイラク攻撃をしたかといえば当時のフセイン政権が大量破壊兵器を保有していないという証明する機会を与えられたにもかかわらずそれを実施しなかったとフセインが大量破壊兵器がないと証明責任を果たさなかったから悪いという趣旨の答弁されたんですね。この考え方世界と真逆です イラク戦争の総括反省は関係した国々はやっている。2010年、オランダの独立調査委員会報告書では、イラク戦争は国際法違反と報告され、英国で設置、チルコット委員会、2年かけた戦争への参加決断をした、えー、元首相であったり、政治家だったり軍、えー、軍関係者だったり、みんな読んだ150人以上、15万件以上の政府書類も分析、公聴会は原則公開。イギリスの軍事行動に法的根拠がなかったという結論まで出している。ブレア元首相、 参戦時の情報は間違っていたブッシュ元大統領大統領職に会った中で最大の痛恨時はイラクの情報の誤りだった詳ワシニエフスキー元ポーランド大統領イラクの大量破壊兵器の情報で騙されたことに不愉快さを感じているコフィ・アナン国連元事務総長イラク戦争は我々の現地からも国連憲章上からも違法である総理にお伺いしたいんですけれど2015年とその時のお気持ち変わりませんか大量破壊兵器なかったってことを言えなかったフセインさんが悪かったんだ といいう趣旨でで今も変わりないんですかね安倍内閣総理大臣まあこの今、ご紹介いただいた答弁については、ですねこれはまさに政府として答弁をさせていただいたところでございますが、確かに大量破壊兵器が発見されなかったわけでございますが、しかしその経緯の中において、それを証明する機会はあったわけであります。 まあその中で、イラク戦争に至ったことは、大変残念なことでありますが。まあ、しかし、その中で、ええ、我が国として、ええ、あの時、まあ小泉政権下、まあ支持をしたわけでございますが。その支持をしたことについて、国会で取られたことについては、そうお答えをしている。あ、その、そのお答えは、今も変わらないということでございます。<上>山本大輔君。太郎君。はい、太郎でございます。まあ疑われた方に、証明責任があるという、2015年のお答え、まあ、そのまま。 政府が決めたことだからというお話なんですけどね。総理のロジックならば、森友家計問題にとどまらず、これまで紛失した数々の疑惑を証明するのは、当然総理がご自身やらなければならないってことになりますよ。責任を感じる。丁寧に説明をする。海を出し切るといった言葉だけ踊らせて、疑惑を晴らすような具体的な指示、これまであなた何もやってないじゃないですか。加えて、 えー、森友問題でも新しい文章出てきましたよね、谷佐弥子さんが女帝、昭恵様に粉骨再審に尽くしていることがよくわかる文章昭恵様からの命を受け、昭恵様のお友達のために財務省に問い合わせをしていることが書かれていた、それは違うじゃないかっていうふうに言いたいんだったら、それ、総理自身がやるしかないんですよ、総理のロジックから言うとそうでしょ、はっきり言うと、もう証明もしていただかなくてもいいかもしれません、どっちかというと、総理、もうアウトなんですよ。 今回開示された文章も含め、これまで明らかになった資料、そこに書かれた事実を総合すると、森友学園土地取得問題に、安倍昭恵夫人、全、ま、く関わってないと考える方が不自然なんですね。通常の合理的な人間であれば、安倍総理夫妻、少なくとも昭恵夫人が関与していたと推認せざるを得ない。人まで死んでるんですよ。公務員一人、亡くなってるんですよ。 それをまるで自分と関係がないような立ち回りを続けるのはやめていただきたい。国家の私物化、オンパレードをしていないという合理的証明、これまで一切できていない。だからやっていただきたい。背中を押してくださいね。与党側の承認喚問委員長、安倍昭恵夫人、籠池前理事長、佐川前長官、えー、迫田元理財局長、池田前金財、えー、統括官、田村国有財産審理室長、谷紗江子さん、一度に呼んで、同時の承認喚問を要請いたします。大奥理事会で協議をさせていただきます。 山本君、時間ないですよ。本日お願いした二つの証人監問の件、与党側に早急に実施することを約束してください。総理お願いします。安倍内閣総理大臣、まあ国会でお決めになることであります。はい、時間来ております。あまりにもありえないお答え、やる気なしですね。海はあなた自身です。ありがとうございます。以上で山本太郎君の質疑を終了いたしました。 次に薬師寺道夫君の質疑を行います。薬師寺道夫